これテッチーセットなんですけども、宮本さん、テッサにもできるんですよね。はい、はい、できます。この部分を使ってテッサにさせていただきます。このフグには厄介なのがありまして、この白いところが皮がついておりまして、はい、これがとっても硬いんで、これを取らなければ鉄砂にはできません。まあ、この部分が三河っていうんですが、はい、こことここについてます。それを取っていくんですけど、まずこの尻尾の方から下に置いて、これでまな板に剥がすように。あ、下を切ってるわけですね。はい、でまな板に剥がすように、こんな感じで。包丁下向きとかですか？もうできたらこのまっすぐですね。まっすぐですか？はい。やってもらって、次こっちの部分についているんで、これを寝かしてで、こんな感じで。もう普通に包丁だけゆっくりゆっくり。あ、やっぱりそうですよね。切る前に溶いた方がいいですよね。せっかくのフグですもんね。ちょっとフグは身が硬いっていうので、はい、でこういう食べ方になったと思うんですよね。あ、なるほどなるほど。はい、で関西の方では分厚く切ってぶつ切りテッサとかでも食べるんで、あ、まあ、家庭でしたらもうちょっとこんな感じで分厚く切って食べても食べ応えがあって美味しいと思います。あ、そうなんです。じゃあ薄く切る必要は必ずしもあるわけではないと。ね、はい、みんな好みがあると思うので、好きなように切って食べていただいたら。最初に切った三皮だけきっちり取っていただいたら、あとは美味しく食べていただける。でまたこの三河はまた湯がいたりして食べれますんで、